おはようございます。今日も朝早く目が覚めて、なんとなく山あいの丘、展望公園、展望所に来ました。本日もノープランですが、昨日も言った、北の国からロケ地の、吹上温泉無料露天風呂にあったまりに行きます。写真も撮っていきます。吹上温泉、無料露天風呂、朝早いせいか、私一人です。ゆっくりできました。北の国からロケ地の6号に行きます。ドライブ楽しいです。原始の泉で水を汲みます。
丸太小屋、五郎の石の家、拾ってきた家。三施設の入場料は1200円。高い。今回五郎石の家だけ見ます。一箇所だと500円。おお、ドラマで見たことある。五郎さんの車。入場料500円を払い、石の家見に行きましょう。この日は金分が大量発生していました。大将が家を守っている。ヘビいるの。素敵だ。いいなー。住みたいなー。北の国から、面白いドラマでした。車に戻ります。なんとなく、富良野ジャム園に来ました。丘に上がってみます。あの UFO みたいなのはなんだ？行ってみよう。昔、北の国から、で UFO 出てきたし。農業用貯水槽でした。
根室本線キハ40を撮影しに行くことにしました。有名撮影地に来ました。東鹿子駅、金山駅間、道路沿いからです。同行の下、3名来ました。紅葉が見事です。一応金山ダム見ようと。見ました。キツネさんです。また、美瑛駅で寝ます。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。